はい、良い子の皆さん、おはようございます。政治アナリストのさおです。今日はですね、あの田中角栄先生のお庭番の浅香彰先生に、電話がつながってます。いよいよ選挙戦、衆院選も残すところ最終日となりました。さあ、浅香先生といえば、そうです、神奈川13区の太り秀志さんのなんと大応援団なんですよね。浅香先生、お願いします。はい、皆さんおはようございます。私はその地域で、藤井博久先生をずっとはい支援してまいりました。はい藤井先生は田中先生が最も信頼する政治家でございました。その後太君が継がせていただいたわけですが、私の家の周りにもポスターをずっと貼っておりますし、彼の情熱、熱血感、これを見るにつれて、一生懸命応援したいという気持ちになりまして、何回も何回も講演させてもらったり、応援に参りました。もう少しで、その地域の正義を太り君が取り戻してくれると思います。有権者の皆さん、ぜひ太り君にご支援を賜りますように心からお願い申し上げます。田中角栄のお庭番、浅香彰でございました。ありがとうございます。浅香先生、ありがとうございます。大応援、なんともうとにかくあまりあ、あきら、浅香先生もあきらですけど、あちらのあきらは幹事長ですけれども、もう昨日今日ともう選挙区離れれない、幹事長が離れれないという事態になってるぐらい、太さん頑張ってます。これ絶対最終盤で追い上げて逆転して国政に来ていただきたいですよね。いや、読売のね、うん。報道も見ましたけど、はい。なんか優秀な教授とか経済人はみんな分かってると、私が日本を引っ張ってるんだっていう、自分が街頭でそんな演説をすると信じられませんね。本当です。ところがほとんどの人が分かってないって、で、要するに有権者、お前たちはバカだって言ってるんですよ。それでね、もう田中角栄先生といえば選挙の神様と言われましたけれども、自民党の幹事長がもう最後巣ごもり、自陣にこもるなんていうことって前代未聞ですよね。いや、だから、まあ世の中舐めてるんじゃないですか。はい、熱血感で、なんとうちの妹のですね、学校時代の後輩にも当たるんですよ。ああ、そうそですんなか。ご縁もあって、それから沖永良部ご出身で、もうね、恰幅も良くて、西郷隆盛みたいな、なんかね、切符のいい薩摩隼人なんですよね。薩摩やとだ、薩摩っ子だ。そう、私の父方ルーツもね、本当鹿児島だから、本当にね、太さんはね、もうね、なんかね、本当に親近感があって応援したい。もうだから浅香先生とチャオはもう大応援してますので、どうありかがとうご神ざい奈川ます。13区の皆さん、よろしくお願いいたします。頑張りましょどうもありがとうございう。ます。はどーい。うも。